最上位グレードとの価格差はちょうど100万円。現行型のトヨタ、ノアは2022年1月に登場しました。8年ぶりのモデルチェンジということで、最新の車台 TNGA プラットフォームに新世代ハイブリッド、トヨタセーフティセンスなどの最新技術が搭載されています。新型ノアの販売は好調で、 2023年1月から12月の登録者の販売台数では7位、95,181台。姉妹車のボクシーも8位、89,080台と、日産、セレナ、11位、75,673やホンダ、ステップワゴン、19位、44,157をリードしています。ノアには、 標準仕様とエアロ仕様の2種類があり、グレードは標準ボディが3グレード、エアロ仕様が2グレードの前後グレード構成となっています。パワートレーンは 1.8L 直列4気筒ガソリンプラスモーターのハイブリッドと 2.0L 直列4気筒ガソリンが全てのグレードに設定され、乗員数は S、Z と Z が7人乗りのみ、その他は7人乗りと8人乗りが選べます。駆動方式は、ハイブリッドは 2WDFF と、7人乗りにのみ E4 後輪をモーターで駆動する 4WD が設定され、ガソリンモデルは全グレード 2WDFF と 4WD が設定されています。価格は最上位グレードの ハイブリッド SZE47 人乗りが389万円。サイレンカはエントリーグレードの X2WD7.8 人乗りで267万円となっており、その価格差は122万円。2WD 同士で比較すると、ハイブリッド SZ2WD7 人乗り367万円で、 X とちょうど100万円の差があります。では、コスト重視でガソリンの X を選ぶのはありなのでしょうかということで、今回はノアのサイヤグレードガソリンの X はありなのかなしなのか装備を見ながらチェックしていきます。ガソリンモデルの走りも悪くない。基本的なスペックを見てみます。ボディサイズ。 全長 4695mm× 全幅 1730mm× 全九 18951925mm ホイールベース 2850mm。括弧内は 4WD。全幅が5ナンバーサイズ 1700mm 未満から少しだけ幅広ですが、取り回しに苦労することはほとんどありません。 一方で、全長は 4.7M とそれなりの長さがあるので、駐車時などには注意が必要です。燃費燃費は言うまでもなく、ハイブリッドの方が良いですが、ガソリンモデルとしては、ライバルのセレナ8人乗り 2WD の 13.4km パーリットルや、ステップワゴン7人乗り 2WD、 の 13.9km per リットルより勝っており、そもそもボディの大きいミニバンと考えれば検討している数値とも言えます。ハイブリッドとパワーを比較。また、パワー感もエンジンにモーターが加担するハイブリッドにはかないませんが、ガソリンモデルのエンジンは、最高出力 170PS となかなかパワフルで、これで十分とも言えます。 常に多人数乗車だけどパワフルに走りたい、もしくは。どうしても燃費が気になる、というのであれば、ハイブリッドを選んだ方が良いでしょう。エクステリア関連。戦術の通り、ノアには2つのデザインがあります。エアロ仕様は、その名の通りエアロパーツが装着されています。メッキを使ったフロントバンパーは、 スポーティーな雰囲気だけでなく、高級感も感じさせるデザインが特徴的。もしこのデザインが好きということであれば、S、Z もしくは S、G ということになります。一方で標準仕様は落ち着いた雰囲気。標準仕様でも Z ではメッキ可色となるグリルや、フードドアベルトモールディングなどは、 G と X はブラック塗装となり、かなり地味な印象となります。ですが、派手な仕様よりは地味な感じが好き。という人であれば、これはこれでありかもしれません。ボディカラーは、Z や G と同じく、ホワイトパールクリスタルシャイン。メタルストリームメタリックアティチュードブラックマイカ。スパークリングブラックパールクリスタルシャイン。 スティールブロンドメタリックの5色から選ぶことができます。インテリアとその他装備。インテリアに関しては、X だからついてないというものはありません。フロントシートにはアームレストも付きますし、8人乗りには助手席シートバックテーブルも付きます。ヘッドライトはベースグレードに。 装着されていることが多いハロゲン式ではなく明るい LED 式です。メーターはタコメーターとスピードメーターの2眼タイプで中央に4.2インチのインフォメーションディスプレイを備えます。7インチのインフォメーションディスプレイを備えるハイブリッドと比べると地味さはありますがシンプルなデザインなのでこっちの方が好きという人もいそうです。 先進安全装備、トヨタセーフティセンスは全グレード標準装備。X にも全車速追従機能付きのレーダークルーズコントロールが装備されるので、長距離も楽チンです。スライドドアが左右とも手動だが、気にしておきたいポイントをチェックしていきます。ホイール。まずはホイールです。 スチールホイールに樹脂キャップという仕様です。ミドルクラスのミニバンくらいになるとちょっとしょぼい印象です。オプションでもアルミホイールは設定されていないので、気になるのであれば G 以上となります。ステアリング。ステアリングはウレタン製です。ウレタンの何とも言えない安っぽい手触りを感じることになります。 ウレタン製ステアリングは X のみですので G 以上を選べば本革ステアリングになります。リモコンキードアアンドルを握ると解除できるタイプではなくリモコンキーを使うタイプです。またエンジンスタートもプッシュスタートではなくキーシリンダーに挿して回すタイプです。これについてはメーカーオプションのスマートエントリー 35200円をつけることで、プッシュエンジンスタートとロック解除ができるようになります。オーディオ。オーディオレス仕様です。メーカーオプションのコネクティットナビ対応の、ディスプレイオーディオ85800円があるので、それを選択してスマホナビを活用するのがコスパ的には良さそうです。スライドドア。 そして X 最大の検討事項になりそうなのが、ノアの特徴でもあるスライドドアが左右とも手動というところ。これはメーカーオプションで助手席側のみ装着することが可能です。62,700円。ですが、e ージークローザードアを閉めるときにハンドア状態から。自動的にドアを引き込み確実にドアを閉める機能を。 左右とも標準装備しているので、手動でも思いっきり力を入れてバーン、みたいな締め方をする必要はありません。子供の安全を考えて自分の手で開閉したい。手動の方が開閉自体は早いので使いやすい、と考える人であれば、むしろ手動の方が良かったりするかもしれません。コスパ重視ならあり。 ノア X のチェックポイントまとめです。ガソリンモデルの走りが気になるのであれば、ディーラー市場はマスト。メッキなどの加速はほぼなし。ホイールはスチールホイールに樹脂キャップ。ステアリングはウレタン製。リモコンキーは鍵穴に刺すタイプ。会場施錠もリモコンキーのボタンを押すタイプ。 オーディオレスでスピーカー4箇所しかついてない。スライドドアが左右手動。走行性能、安全性能などはタグレードと同じですので、そのあたりは全く問題ありません。ある程度の装備はついていて欲しいという人は、無難に選ぶのであれば G 以上がおすすめです。一方でコスパで選ぶのであれば、 それぞれなくても大きな問題にはならないものではあるので、ニーズに合致していればありと言えます。G は297万円なので、その価格差は30万円。なかなか絶妙な価格差ではありますが、コスパで選ぶのであれば267万円のガソリンの X はありかもしれません。